さんこんにちは、みねのりチャンネルです。今日はですね、メルセデスベンツの W212 型後期のモデルになるんですが、その車両のアンビエントライトの紹介をしていきたいと思います。まずは、アンビエントライトが今ポーラーなんですが、ちょっと色を切り替えてみたいと思います。ポーラーは青色系の色になります。これがニュートラルっていう色で、一応は白色になります。で、これがソーラーっていう色で、オレンジ色の色になります。これがソーラー、ニュートラル、ポーラーっていう3色だけになるんですが、今の新しいベンツは64色で、紫とかオレンジとか緑とかに光ったりするんですが、今の C クラスとか、新しく出た A クラス、CLA、E クラスとかは、このように64色光るような感じになってますが、この世代の W212 型に関しては3色のみになってます。で、明るさに関しても、本当にほんのり光ってるっていうぐらいの明るさになります。こんな風に中が、真っ暗の状態だと、結構肉眼では光ってるっていうのが確認できるんですが、ちょっと画像ではなかなか確認しにくくなってます。で、光る場所なんですが、ちょっと見ていきます。ドアの、トリムの下のラインと、フロントは助手席前のトリムの下側ですね、ここが光ってます。で、運転席側も同じように、エアコンの吹き出し口の下とドアのトリムの下側が光ってます。で、これ後ろ側も同じようにドアトリムの下が光るようになってます。そして、その色の切り替え方なんですが、先日のハンドルスイッチでの説明の中でも紹介したんですけれども、ハンドルスイッチの左側のボタンで設定を変更できるようになってます。通常はこの画面で走行してると思うんですが、変更する場合にはここのキーを左右どちらか押してもらって、ここの設定のとこまでカーソルを持ってきます。するとライトとかメーターとか出てきますので、ライトのところを押します。で、下の十字キーを押していくと、アンビエントライトのカラーっていう風に切り替えれるようになってるんで、 OK ボタンを押すと、ポーラーとかニュートラル、ソーラーっていう風に色が変えれるようになってます。まあ、私は通常ポーラー青色を選択してます。そして、これがニュートラルの明るさ5になります。次がソーラーの明るさ5になります。そして、次がポーラーの明るさ5になります。で、これからだんだん明るさを4、3、2、1と下げていきます。これが4です。これが3です。そして、これが2です。そして、最後これが1になります。今回このようにアンビエントライトのカラーの説明でした。この動画が良かったと思われる方はグッドボタンよろしくお願いします。またこのようにメルセデスベンツのいろいろな機能の紹介や検証などをやっていきたいと思いますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。